ニューヨークの流行語大賞2020。はい、ということで、我々ニューヨークチャンネル今年も1年やってきましたけども、はい、その中で、まあ、ニューラジオとかでも何でもいいですけども、うん、まあ、いろんな言葉が生まれたと思うんですけども、それの流行語大賞を決めていきたいなと。なるほど、はい。まあ流行語大賞の我々バージョンってことです。まあまあ実際の方は、うん、まあ、3密とかね、愛の不時着ね、あ、鬼滅の刃、あ、アベノマスクバイツ、はいはいはい、香水ね、去年の、年間大賞ワンチーム、あ、そうだ、ワンチームだ、ワンチームね、うん、あ、それはもう流行語ですね、完全に。今年はだからクラスターとか、そう、コロナ関連めっちゃ多いね。 GoTo とかね。で、芸人はね、時を戻そうと、うん、まあね、あのボルジュね、すごいよね、これボルジュ、すごい。で、フワちゃん、フワちゃんはまあな、うん、あ、フワちゃんはもう人間としてノミニーされてる、ね、そう、もうフワちゃんっていう単語が。じゃあ僕たちの方もノミネート上げていきましょうか、うん、我々的に個人でもいいし、まあ、いや、まずエレパレし、そうですよね、エレパレね、うん、エレパレ、やっぱりこのニューヨークチャンネルで、うん、だいぶこういろんな、ね、話題になったというか、うん、ツイッターとかでもね、うん、かなりエレパレ、エレパレで調べたらみんなつぶやいてる、うん、かなり広がりましたからね、うんうん、まあ、エレパレ関連で言ってもいろいろあるんじゃない、宮崎とかさえ、いいの、いいです、ね、エレパレだけでいいです、図です、図ですかって思っ、エレパレの中からいろいろ上げてたらややこいエレパレ、エレパレだけでまあ、あとやっぱり僕らコンビのね、うん、言ったら、準優勝、やばいこれにつきますよね、そんなんも入れる、いや、こんなんも入れてくる、準優勝、やっぱ今年の我々は準優勝、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 準優勝の準優勝のつってね、いろんなところで言ってくれましたから言葉ね、うわ、全然いっぱいいろんな言葉流行った気するけど、あたすとかもう去年ってこと、いや、だからあたすは志村だから見せていいわしとね、俺は好きで、あたすは去年ですもんね、多分もう。あれ今年じゃないかな。一応ノミネートしとこ、うん、意味わかんないでしょ。あたす、うん、ビスケッティイワシがね。じゃあビスケッティイワシも入れといて。いいですよ、です。せめて今年結婚式を挙げた佐竹の話だった。あと何、まあだから今年はコロナ、ズームで生配信とかやってた時期。それこそもう、そのイテオンクラスとかさそれはでもさ、ガチの流行語大賞だよでも、あれなんだよ、イテオンはないんだよ、あ、ないない、愛の不時着、なんか第4次韓流ブームの方にまとめられてるんだよ、俺はもう完全にイテオン、じゃあ、イソとスワも入れる、俺はスワいや、入れるそこ入れるんやいや、宮崎は絶対だけど、スワはいいだろいや、分からん、それはその派生ありな、あと俺はザ・ボーイズ、いや、それ志麻さんの好きなさ海外ドラマ上げてるだけだいや、それ個人的なもう全部見たからオーブだよ、オーブ、あ、オーブだな、我々は JO1 よりはオーブだね、オーブ、 YouTube 的にコラボをさせてもらいましたから、よう出てきた人で言うたら誰だ、ジャンボ、ジャンボ、ジャンボ、刺身松本、ただ人あげてるだけでよく出てくれた人あげてるだけ、刺身はじゃあ、うん、刺身はいいや、いや、それはだからもう普段から言ってるからな、俺それが流行語や、うん、刺身普段からもうずっと前から言ってんだよ、別に、いや、出てきたのは今年だから、そう、それをそれが YouTube で言われだしたのは今年だからね、じゃあ高円寺チャンネルも言っときますか、いや、早くないですよ、全然このチャンネル、このチャンネルでちょいちょいね、今年から始まったし、うん、コインチャンネルはね、じゃあ、オブダゴルフラは別にかな、いや、さすがにさすがですね、なんかラジオ内でよう言うてることとかありそうっすけどね、あるだろう、なんかね、イガ、いや、だからそれこそこれ変な気がするんだけど江頭さんね、江頭さん、あれはオープニング警察って言わなかった、あー確かに、あー、かまいたちさんのオープニングをずっと
言うてる人ね、かまいたちさんがね、オープニング俺らの YouTube のオープニング考えてくれて1ヶ月間やってたんですよね、それをずっとオープニング見てやめろ、続けろっていう人たちね、確かにそれはありましたね。これ確かに今年生まれた言葉だな。あれは電話をしてるふりっていうのね、一回だけやっただけだよ。それだったら BKB じゃないですか。電話をしてるふりだから BKB はずっと言ってんだから。確かに電話をしてるふりは、まあさすがに本家はいかなかったけど、ここでは飲みにしとこうよ、ああなるほどね、これもうすごい造反してますから、おセミトランスとか入んないいや、おしみん丸でもあるからな。いや、おしみトランス入れとこう、トランスの方が言ってるよ、多分。確かに、俺たちが言わんともう二度と世に出えへん言葉になっちゃったもんね、あれ、コウヘイくんやってるよねとかめちゃくちゃ言ったやってるよねって言ったね、増田さんね、まあ、やってるよねは、まあ、確かにねまあ、増田さんが生んだ言葉もうやってるよね、うん、まあいいんじゃないあんまあまあるの、2個目だよねそうだね、あと、よう、なんか、よう作ってることもありそうだけどな。キャネ、キャネ、これ全部高円寺弁だからね高円寺弁なんかないねあ、高円寺弁って間をちっちゃい言葉を入れるってことか。いや、まあ、こういろいろあるんですけど、まあ、僕が生み出した言葉なんですけど、確かに全部流行らしていこうかな、来年は気持ちいいんですよ、これ喋ってる。そう、もう高円寺弁みたいに出てきたのだから、うん、で公園じゃ園児ね、渋谷はぼやねあ、そう、あれは DTDX っての言ってるだけ。あー、DTDX ね、あ、DTDX いいじゃないですか、DTDX 違う言い方で言ってるだけのでもそういうことやからとしてるよね、あとね、今年になって2人がめちゃくちゃ使ってることは忙しい。あ、去年まで使ってなかったから。なるほどね、忙しい。あ、確かに、そういうことです。そういうのもいいんだよ、忙しいね。あとはもうヤバすぎ伝説ヤバすぎ伝説、ヤバすぎ伝説いいや、吉高由里子さんね、吉高由里子さん、ヤバすぎ伝説言ってますね、確かに、まあ、うちのガヤも本当に今年はよく2人から聞いたな。あ、確かにね、ガヤね、ガヤね、ガヤお世話になりましたね。確かにガヤの時にみたいなことはよう言うてるから、確かに。あとどんな話をしてたっけな、粗品さん、粗品第7世代のリーダーっていうの、今年でしたっけ、今年あれ3月。いや、それはだからあれの期間中やもん、第7世代とかセブンジェネレーションとかも言ってたけどな浸透せず、浸透せず。山田美津子さんまあでも確かに今年を言うたかもな。今年はいっぱい言ったね。言ってました、まあ言ってました、常に言ってるわ、まあ、俺たちはね、俺たちはずっと言うてるんやけど、その東京志望なめんなよとかでバーって、そう、あの時にすごくたくさん言ってたよ、多分今年知ったって言うと多いやろうね、まああとはやっぱアッコにお任せかな準レギュラーだったエアハグはいらんじゃんエアハグ俺がアッコさんにされたエアハグあれエアハグね、あれは去年からかな、絡み盛りって言葉は、ああでもあなたはハマってるものだよね。いや、最初あれだ、あの車の中で眠くならないトークみたいなことだった、そこで言うたんや、絡み盛り入れたいわ俺、まあ、あと版画とインプットっていうね。ああインプット版画ね、ああそっか版画ね、屋敷が版画やってしまったらインプットしてくれたっていう、インプットそうだね、確かに。ファスティング、あ、ファスティングね、ファスティングいいんじゃない、あのバビロンまで行ったし、あ、バビロンも入れとく、バビロン解散来年だでも一応今年生まれた言葉、バビロン解散、バビロン解散、バビロン解散、本当に解散した後に来年待ってたら悲しくなるもん、本当に解散したらだってもう流行語とかじゃないから、ただのニュースやから見出し、あ、大宮、あ、大宮ね、大宮、大宮やってるとかさ、確かに、そうね、大宮してるみたいなこと言うやんか、まあだから本当に今年その大宮セブンとかがテレビでもね、完全にあれ大宮やってたもんとか言うてるもん、よう言ってるな、うん、あの普通に流行語かも、
これ普通に流行語かなっていう。あとここしか通じんしね。もう完全に俺たちのチャンネルの流行語やわ。うん、裏でもいいですか。回ってないところの話で。うん。ガチタバ。ガチタバ。ガチタバね。これはね、あの作家のチェヒロシが、まあ基本僕らアイコスするんですけど、そのガチタバ吸えるとこ行ってガチタバ面相行きますみたいな。ガチタバっていうのはあの普通の巻きタバコじゃないけど。紙タバコ。紙タバコね。そう。アイコスじゃない。紙タバコ。ちのタバコ。ちょっとガチタバ行ってきますと。これはなかなか流行語。流行語だね。これは流行語。いや俺ら一回も言ったことないけど。俺も言ったことないけど。ガチタバありますよ。確かにこれは裏だな本当に。それで言ったらもうくちばしさんとかも流行語になってくるから。くちばしさん流行語。もうだって口本当そうや。くちばしさんがってよう言うもんな。本当そうだ。まあ、ここにね、今いますけど今またくちばしさんのところでね、撮らせてもらってますし、うん、それ通じるもんな、うん、トゥペルあのトゥペルトゥペッタかねちょっと言ってたもんな大げとめつやがて、本当にそれは西野やからとかよく言ってたもんな、うんうん、ああ忘れてたあれ書かなきゃダメじゃん、うん、インスタモノマネクイズテレビでめちゃくちゃやったぞ確かに確かにやったわ、うん、なんであんなやれのあれなんであんなやってくれるの優しすぎなんだよあんなバズってないの、うん、なんで増えてないのお前のインスタントであんなテレビでやっとんの不思議だな異常なまでに増えてないんだよマジ不思議もう増えないってことだねそうやなあんだけテレビでやってくれたのデニスの TikTok っていうのもよく覚えてないですか確かにあとデニスの本コアチャンネルエントニーエントニーねエントニーね伊藤とかも入れとく伊藤かやったな伊藤ねまだ連絡くんそしたら藤川くんじゃないああそうなると藤川くんね確かにうんマネージャー元マネージャーもう俺は今泣きね藤川くん伊藤って俺、オズワルド伊藤じゃないから、うん、まあ伊藤の説明せず伊藤の悪口言っててオズワルドの伊藤やと思われたことあったなるほどねあれ申し訳ない、まあ、あと毎日生配信って思ったなあ30日間 ねあのいろんなゲストね、うん、小僧今年ハマった小僧いいじゃん小僧小僧めっちゃ絶対よ、ね、シーツもね若手のこと言うとき小僧って言ったら必ず言ったスーパーチャットかねスーパーユカチャットねスーパーユカチャットありましたねあれで氷山島救えたかな俺らどうなんやろな金あんのかなまだピンチまあだいぶ足しんやなったんですか、まあまあ、皆さんのおかげでね確かにねあれはありがたかったな、うん、まあこんなもんすかこんなもんかねまあエレパレはね強いけどあとプライベートのガチタバとかもいいけどね俺使ってねえからなうんエレパレはね俺もしかしたら来年本家の方で流行語になる可能性なるほど何が本家だユーキャンだよそういうことね、そうだよ大宮じゃないマジででも大宮セブンの方たち差し置いて大宮の差し置いてはないけど別に忍びないというかねうん、でも俺らはよう使ってたよもうマジ大宮やみたいなことは大宮すごいもんね確かにエレパレはねちょっと来年出品するしね、うん、出品するんでね映画祭に、うんそうね、もうガチのユーキャンにノミネートされることを願って、うん、それマジすごいなちょっとやめときますか、うん、じゃあ忙しいにする俺も忙しいか準優勝な気がしてた忙しいは本当に去年は聞かなかったけど前向きやもんな言葉として、うん、これはでもようこの話してるやん俺ら最近、うん、そうやな忙しいにしましょうよっしゃうん、うん、そうだね忙しいばっか言ってたもんね来年は慣れたっていうその忙しいことに確かに忙しいのが普通になってればもう忙しいじゃないやろうから、うん、それはそうです、ね、今年のじゃあ我々ニューヨークの流行語大賞は忙しいに決定しました決定しましたはい、はいうん、これいいと思いますよ、うん、
いいと思います。いろいろありましたけど、うん、という感じでございますので、また来年もいろんな言葉を生み出していきたいなと思いますので、皆さんお付き合いください。はい、ありがとうございました。